こんにちは、フィーフィーです。え今日は日韓の通貨スワップ協定についてお話ししたいと思います。結構ネットで話題になったので、えどういうことなのか、えー、紹介していきたいと思います。えまず3月31日に麻生大臣と音、えー、北さんのやりとりが参院財政金融委員会でありました。えー、どんなやりとりがあったかというと、委員が 韓国からスワップを望む声が上がっているんですけれども、麻生大臣、これをどう思われますかと、こういった質問をしたんですね。そうしたところ、麻生大臣がスワップの残額が減った時に大丈夫と聞いたと。そしたら韓国は、日本が頼むなら借りてやると抜かしたので席を立った。断った話を頼むなら、 韓国が仁義を踏むべきだが、それを言うと慰安婦像を作るので、というので、まあ、話にならないというふうにこう、突っぱねたというふうに答えてるんですね。まあ、いつもの麻生節で韓国に怒り浸透の麻生さんだったんですけれども、えー、日韓通貨スワップ協定をめぐっては、これまで韓国側の対応に改めて問題があったと、まあ、記者の前でもこういったような認識を示しました。 これには麻生さん、よく言ってくれたという声とともに、こういったね麻生さんの見解を引き出してくれた、このタイミングで引き出してくれたこの維新の音喜多委員、この人の質問に対しても結構評価が上がったということです。 なかなかね、この時期は今、あの日本はいろいろなことで大変な時期なので、テレビの大手メディア、キー局でもなかなかこういったね、スワップ問題っていうのはあの扱わない話題なんですけれども、この、まあ、日韓通貨スワップ協定について、まあ、分かりやすく今日はここで取り上げていこうかなと思います。え今回 なぜこの話題が持ち上がったかというと、そもそもですよ。要するに、音北さんがなぜ麻生さんに質問したかというと、韓国で3月の27日、日韓の通貨スワップ協定の再締結を貿易や金融安定強化のために望ましいと、そのようなことをチョン首相が述べたためなんですね。この 日韓通貨スワップ協定は実は2015年2月にもう終了しているんです。この時も麻生さんが要するに徴用工問題とかをあの持ち出してきたり、あと慰安婦のことを持ち,持ち出してきたりして、これもうすでに韓国と日本の間で終わってること、済んだことを持ち出してきていると。こうやってね、まあ約束を守れないような国は信頼には値しないということで、日本側の立場で2015年2月には終了したんですね。 とは言っても、必要があれば、また協力しましょうね、ということで、日本と韓国の間では、一応合意はできているんです。だから、まあ、この、チョンさんという方は、チョン師匠は、韓国での今、 え、感染が広がる中で、どうしても、この韓国が破綻に近いほど、経済が悪くなっている。悪化している。日本の助けがどうしても必要となっているわけなんですよね。だから、え、日韓の通貨スワップ協定っていうのは、長く続けてきたことで、韓国っていうのは、外国為替市場を、ま、安定して保ってきたと。ただ、これが、 日本側の立場によって終了してしまったと。今再び日本が必要なんだと。チョン首相はこう考えを述べたわけです。まあこれに対して韓国国内では締結すべきだといった、まあ韓国日韓のね、スワップ協定の必要性を訴える声も上がっていた一方で、プライドがないじゃないかと。 だってノージャパンとかあれだけね、議員さんもね、出てきて、まあ、反日を煽ったのにもかかわらず、今頃になってお金貸してくれば、それはないんじゃないと。あと、日本の立場を考えてみたら、今の韓国と締結したいと思うかと。まあ、ということで、諦めムードも漂っているわけです。では、日韓通貨スワップ協定とは何なのか。まあ、ここでね、改めてちょっと説明をしましょう。 日韓通貨スワップ協定とは、日本銀行と韓国の中央銀行である韓国銀行との間に締結された協定です。日本円と韓国ウォンの一定額をあらかじめ決定した為替レートで交換、通貨交換をすることですね。つまり、 日韓の中央銀行が互いに協定を結んで、自国の通貨危機器の際に、自国の通貨の預け入れや、また債券の担保などと引き換えに一定のレートで、え協定相手の国の通貨を、こう、融通し合うこと。これのことなんです。 ちょっとこれでも難しいのかな簡単に言うと、例えば韓国が通貨危機に陥った場合、まあ、今がまさにそうなんでしょうけど、こういう時に日本銀行は韓国のウォンを引き取り、か、為替レートに従って日本へを貸し借りさせてあげますよと。こういったのが、えー、日韓の通貨スワップ協定なんですね。 で、ただですね、韓国ウォンっていうのは国際決算に使えないような通貨っていう位置づけなんですよ。まあ、他の国のね、あの、米とは、米、要は米ドルとは違って、そういった通貨って結構あるんですけど、こういった通貨のを、を国際決算に使用できる日本円や米ドルに変えることで、こう、救済してあげる措置のことを言うんですね。つまり、日韓通貨スワップとは、主に、 日本というより、韓国の経済が破綻しそうな時に、日本が助けるための協定になってしまっているということ。で、これっていうのは、要するに、双方にとってではなくて、もう韓国のために存在しているような協定になってきてしまうということなんですよ。そうであるにもかかわらず、ここからが問題。韓国政府は日本に対して、日本がやりたいというなら、通貨スワップをしてやると。こういう態度なわけです。 で、日本は経済破綻するリスクが極めて低い、もうむしろない国なんですよね。だから経済協力してあげているにもかかわらず、まあ反日というスタンスが続いたまんまですよね。ほぼ価値のなくなってしまった韓国音をそれこそ何兆円も、の、何兆円規模で、まあ引き取るというところに日本は何の得もない。むしろそうしかないわけですね。 えっとね、かつてリーマンショックの際も日本が韓国への通貨スワップを行ってこの時も日本にとっては損しかなかったんです。でもそれでも韓国政府はその後に日本のスワップは遅すぎただったりとか本当は必要はなかったんだとかそういったことを言ってもう本当に何のために日本がやってあげたのかとこういったことになってしまった。では何のためにこういった協定があるのか本来はですよ 日韓における金融協力の強化が図られて、日韓の両国の金融市場の安定、あとはですよ、これ関係が良い国同士であれば、両国の成長とか関係をもっとより良くするために、そういったものにつながる協定になるわけです。ただ、今の韓国を見ていると、やっぱりここまでしてあげる必要があるのかと。 日本からね、韓国へ要請することは、まあ、ないわけです。ほぼないっていうか、ないんです。だから、韓国へ日本ばかりが助ける形となっているわけですね。双方にとっての利益っていうか、韓国だけの利益になってしまっている。今、最近の公認機の外交からもわかるように、まあ、それに対する感謝もないと。だから、まあ、この、要は麻生さんがね、借りてくれと言うなら、借りてやってもいいよ。 という韓国政府の態度にこちらが借りてくださいなんて頭を下げるなんてことはあるわけないだろうとこういったものの言い方をするのはもう当然だと思うんですねえー、ここまで説明して皆さんこんなことね本当に笑い話になってしまうような話なんですけれども皆さんはまあどうお考えでしょうかぜひコメント欄に、えー、皆さんのご意見お寄せくださいそしてフィフィチャンネルの登録お願いします みんな見てくれてありがとうフィーフィーチャンネル登録してね